フェラーリ 126C3 は、スクーデリアフェラーリが1983年の F1、世界選手権3専用に開発したフォーミュラワンカー。ハーベイ・ポスルスウェイトが設計し、フェラーリ初のカーボン製、モノコックシャーシを採用した。1983年の第9戦から最終戦まで実戦投入された。126C3 は、 バンク角120度の V6 ターボエンジン搭載マシンの3代目から取られた。126CK と 126C2 で使用された V6 ツインターボエンジンを継続使用。シャーシは従来のアルミハニカムモノコックに代わりカーボンファイバー製モノコックを導入した。このモノコックは ATS-D6 と同様の最新技術であるメス型成形で製作されたもので、 上下に分割されたものを組み合わせる構造だった。燃料タンクの右側には、この年流行した燃料再給油戦術のための給油口が設けられた。エアロパッケージは、フラットボトム規制に対応する形で製作された 126C2 バイトと似ており、リアウィング翼端版板の小持ちウィングも共通している。サイドポンツームは、ラジエーターの配置を見直して、より一層小型化されたが、 126C2 バイトと似た、先端の低いタイプも使用された。第8戦カナダ GP までは 126C2 バイトで参戦し、シーズン後半戦から 126C3 を投入した。デビュー戦の第9戦イギリス GP では、ルネ・アルヌーがポールポジション、パトリック・タンベイが2位となり、フロントローを独占。第10戦ドイツ GP では、アルヌーが優勝し、 第12戦では、アルヌー、タンベイが、ワンツーフィニッシュを飾った。カナダ GP から6連続入賞したアルヌーは、第14戦イタリア GP 終了時点で、ポイントランキング首位のアランプロストに2点差まで、肉薄したが、残り2戦は無得点に終わり、ドライバーズチャンピオンは、ネルソンピケのものとなった。タンベイは 3PP を獲得したがリタイヤが多く、チームメイトに及ばなかった。 この年安定した成績を収めたフェラーリはドライバーズランキングではアルヌーが3位、タンベーが4位を獲得。両ドライバーとも好成績を収めた結果、コンストラクターズランキングでは1982年に続いて連覇を達成したオランダ GP で優勝したルネ・アルヌーの 126C さん、ありがとうございます。